マジで気になる。いや、怖え、マジで。なんだ。まあまあまあ、このマップは悪くないと思う。まあ、まず越えてこうや。おっ！おっ！ラッキー！最高やん、これ。いや、よしよし。あとなんだ？あと、あれ、破壊可能壁って板割りとかあったっけ？関係なかったっけ？あったっけ？てか、発電機回してもらったらやった方がいいか。へっ。あ、まあ普通だね。普通だね。お、見せつけてやろうか。あるよ、俺これ。ほら。ほら。みんな見てくれ。あるよ、1個目から。ほら。取れないね。じゃあな、なんだ。俺確認させねえかな、大ヒット。じゃあな。じゃあな、みんな。バカさせんな。あと、アイアンメイデンチェック。なんか、開くの早くなるのないな、OK。板割んのも、特になんもなかったよ。んだよー、誰だ、仕方ねえ。OK、OK、OK。なんか、殴ったら、早くなってるけど。あっ！え、これ、今、結構出てたよね、今。結構出てなかった、今。気にせよ。板当ててもらうか。ヒットチェックいいよ。ヒットなさそうか。不屈もないな、これで。もう一発、もう一発ちょっと殴らせてもらっていい？ちょっと倒すの早く。なんなんこれ。なんすかあの人。最強板そんな早く使う？あ、スマチャックない。はいはいはい。ちょっと兄貴一回ダウンしようぜ。な、みんなのために。そろそろ死にたいでしょ。あるよな、あるあるある。はいはいはい。これでまやかしとずさんでしょ。担いでみっか。まやかしとずさんだから興奮ない。はいはい、2個分かった。興奮ない。もう一回 ラスト確認ですか。でお楽しみはないな今んとこ。トークン3ぐらい溜まってるはずだからないなって。あ、で、7見つけてあれだな。一応、雲。足速くなるかもしれない。まあ、でもさっき溜まった音しなかったから多分ないと思う。あ、じゃあこれ、興味ないです。多分溜まってなかったと思う、7。雲は。溜まった音しなかったよな。誰か地下行ってくんねえかな。地下警察とかあったら見れるんだけどな、地下。あ、イタチチェック。イタチチェック大事だよ。爆発させてるから。あ、で、破滅ないな、これで。あ、ない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 な。あ、ん？あ、なんかオーラ見えたぞ。なんだこれ。チェさんと入れてもらっていいですか、ちょっと。はい。音しない、ないな、ない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 。なんだ？でも7が見えてたからオーラ見えるやつってなんだ？発電機がついた後で、チリもないし。あ、まずさんだよね。あとなんかチェックできるのあるか。あ、怨恨か。はい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 。怨恨と？もう一回つけてくんねえかな、発電機。あ、ゾウのつぶやきもあんのか。発電機ついたら、みんなのオーラ見えるやつだね。これでみんなのオーラが見えてたら、あ、いいね、いいね。つけてください。大丈夫です。はい。つけてもらって。つけてくださーい！発電機！発電機回して！そこの人！どっちか気になる。あ、ゾウのささやき？あ、あやめではないです。はい、知ってます、それ。近行ってくんねえかな、誰か。ちょっとみんな発電機遅くない？ちょっと。あ、これ、あれか。なんだっけ。抑圧同盟じゃないこれ。ザワッシー。ザワッシーの抑圧同盟出てるよね。何国グレネード持ってんの。ゲロさん回してくんねえかな。俺みんなの回し待ちなんだけど。あと確認できるのってなんかあるかと。あ、いいね。やってもろて。あ、狡猾チェックしてないわ。これではないってことだよな。
ないよな、ないよな。あ、てか、あれだ、無慈悲チェックしてねえな、そういや。無慈悲は、あ、ないね、ないないない。あと、狂気の根性もやんなきゃいけないのか、つって。無慈悲チェックとかやんねえだろ、普通。あー、はい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 、これ、なんだっけ、ささやき象、象のささやき、ささやきだよね、これ、ささやいてるよね、これ、絶対。これ、ささやき、ささやきだよね。は？オブセッション？人々のためにいる？そろそろ一発するか、じゃあ。はい。これはないな。狂気の根性。狂気の根性ないな。多分ないな。長くねえか、あ、普通か。なんかあんだけ投げたら、あれどうだ。狂気の根性はなかったけど、長く感じ、気のせいか。なんか3回目か2回目ぐらいで落とすそうな感じしたけど、まあ普通かも。いつもより、まあ、距離が短かったから気のせいか。あと、まああれか、あの元気な人が元気な人が救って天秤とかで、サージもなさそう。近くの発電機爆発してなかったから、まあ回ってなかったかもしれないけど。強制苦行、強制苦行それ来たら無理よ。ケースしたい、はいはいはい。キャッチなんすかゲロさん、わかんないそれ。わかんない。あ、フランクにもないな、今ので。で、一応蹴ったところのイラプションもないな。確かに。いや、トーテム、多分みんなもいでて何も起きてないってことは、トーテム系もないって考えていいんじゃないか、これ。多分みんなもいでると思うんだ、さすがに。この時間で。ゼロってことはないから、まあ見つかってない可能性もあるけど。あとなんだ、3つ分かった。あと1個なんだ、地下警察とかじゃないの、強制苦行とか。狡猾はなかった。ナスコもない。ナスコないよな、さっきやってて映ってなかったから多分ないと思うんだ。え、あと何ある。あ、通電系か、なるほどね。早く回せよみんな何してんだ、サボってんじゃねえぞ。あ、ライトか。ライト持ち。なんか誘ってきてないこっち。あ、板当たりに行って音量チェック。そうか。さすがに音量溜まってるもんな。板当てて、板当てて、いいよ。大ヒット。何兄貴見たいの俺のまやかし。いいよ。まやかしでーす。おは煽りサバいんな。何板当てやりたいやつなんだあいつ。俺も興味ないよ、オブセッションに。君に興味ないね。もう怨恨じゃないのも分かったし、お楽しみもないし、雲もないから君に興味ないね、もう。いや、クラウドコントロールじゃない。クラウドコントロールは誰かが、飛んだら塞がるやつだから。あー、うますぎ。うますぎ旋回来た。はい、そんなむる、あ、いいよ。どんどん回してください、皆さん。皆さん、回してください。あ、これまさか？おい！音量ない！了解です。音量なし。なんか、ザワッシュ死にたがりだな。前貸し見たいの？見してあげようか。よっしゃ。いや、みんな、あれじゃ、あれか、仲間意識。あ、地下釣ろうぜ、これ。これ、いい、よし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 。神神神神神。で、地下警察で、天秤も一緒にやりたかったら、どんぐらいだ？ 30。36メートルだっけ？
この廊下の端っこぐらいまでいれば大丈夫か。こんぐらい離れてれば大丈夫だよな、多分。これぐらいで多分いけるはず。32か。多分これぐらいだと思う。おい、シェイクよー、そこの人ー。ちょっと、マジ、辛そうな顔してる人だけマジやめて。で、地下入った人見えてない？あ、いい、あんた、あんた一番いい。あ、天秤台、オッケー。ちょちょちょ。あ、とどめの一撃か。とどめの、じゃあ1台つけてもらって、とどめの一撃の伸びるかどうか見てみようぜ。ま、回してもらっていい？みんな。あ、ドラゴンか。ちょっとドラゴンは忘れてた。あ、ドラゴン、あ、そっか、そこ回しだから、そこ蹴って、すぐ触ってもらおうぜ。いねえんだが。なんで寸止めにしてんのみんな。ドラチェしたい、ドラチェ。ドラチェしたいんですけど。マッコで、マッコでしょ。マッコねえのかよ。さっきの普通にグレ食らっただけじゃん。抑圧、抑圧長すぎ。ライトボーンもないのか。ドラ、ドラチェ、ドラチェ、ドラチェ。おい、回せ、誰か触れろ。ドラゴンだ、ドラゴン、ドラゴンだ。あっしゃ、ドラゴンだ、よーし。ドラチェ確認完了。あと、おばちゃんかもしれないから、ちょっともう一発やって、ザワシーに立ってもらおう。あ、これで殴って強制苦行だっけ。ちょっとっけ、これ防御に入んないか、わかんないけど。なかったか、なかったんだろ、オッケー。あ、今おばちゃん、なんか分かってなかった気もするか。もう一回すりとか。あ、強制空業なかった、オッケー。これなんかみんななんかさ、通電させる気なくない、なんか気のせい。これあれか、俺が釣らないからさ、なんかみんな確認できてない感じ。やべえ、俺は通電させたいけど、味方にパーク分からせなくさせるっていうのも一つの手やな。いや、もうゲロさん終わっちゃうけどいいの。ゲロさん終わっちゃうよ、みんな。ゲロさん終わっちゃうよ。全員ちょっと厚い気回してみんな。ハッチ閉じればいい。ああ、そっか、そういうのもあるか。あ、長い今ので。あ、ちょっと待って、もう一回、ちょ、あ、そうだ、それ検証できるな。さっきの疑いが、さっきの疑いができるのか。あれ、もう全員死ぬ？誰が死なない今。兄貴死なねえんじゃない、まだ。どんぐらいまでいける？みんなに見せつけるか。鉄腕ってまず何秒なんのか俺知らねえけど、マジではないから鉄腕だけだよね。長いよな、長くない、長いよな、長いよね、長いよね、これ絶対。これ鉄腕兄貴、これもしかして。もう鉄腕兄じゃね、これ鉄腕兄。これ4つ起こったんだね、これで。鉄腕兄貴まで来た。え、じゃあもう4つじゃない？ねえ、みんな。もうこれ4つだよね。もういいよね、これ。ノーアン、ウォーデン、とかなんか、もろもろ通電系。もういらないの、これ。終わらせに行っていいもん。もういいっすよね。もう終わろうよ。チャンナナ終わろうぜ。うえ。みんな通電見たいね。見させないんだな、これが。でも通電させるのやめよう。もういいよ、通電前に終わらせよう。でもみんなが長いって言ったから、鉄腕なんじゃない、分かんないけど。俺はちょっと長く感じた、いつもより。ザワシさんも終わりでよくない？ねえ、ザワシさん終わりでよくない？
みんなずさんだよ、ほら。鉄腕じゃない。微妙。どっちだ、わかんねえ。あと一個。じゃあ、通電させるか。鉄腕だと思う。揺れ幅が少ない。出た。レース、鉄腕顔してた？みんな。鉄腕顔してたんなら、鉄腕で行く。どう？11回もがいてたから鉄腕だと思う。何なんだそれ。もう一回いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。ああ、11回。鉄腕顔じゃね？マジ長くない？兄貴ちゃんともがいてたから。じゃあ、兄貴、なんかお疲れ。なんかいっぱいあっちゃったろ。何あの人。ゲロさん探してんだよな。なんかいない近く。気のせいか。普通に足跡の方か。あ、やばい。これは、なんでちゃんの話が映んねんだろう。あれ？あ、でもまあ、殴って確認すればいいか。なんか今、ちゃんの話が映ってなくなった今。おい、殴らせてくれー。あ、ないわ。あ、じゃあもう、あれだ。ゾウだ。じゃあゾウだ。はい。はい、出てください。ノーワンもないですよ。皆さん、もうやることないんで出てください。おい、居残りすんな。居残りしてんじゃねえぞ。おぉ。オッケーオッケーオッケー。わかりやす。よかったー、マジで。有能兄貴いたな。11回もがいて、揺れが少なくて、顔が白身でした。有能兄貴のおかげで。これは鉄腕ですね、残り1枠。あ、ちゃんならお伏せじゃねえ。あ、ちょっと待って。あ、ザワチお伏せじゃねえ。あ、やべ。あ、これ、あ、ダメじゃねえこれ。ちょっと。え、でもゾウだよな、絶対。ゾウだよな。そうだよね。そう、お前死んでた、今。全然確認しちゃう。おい、どこまで居残ってんだよ、みんな。出てってくれ。あれ、みんなどこにいるの？隠れてない？なんか。ちょっと。居残りしてない？ちょっと。出てってくださいよ、ゲロさん。ちょっと。血出てますよ、いっぱい。あ、これ。兄貴これ！うわぁ、ハッチ確認っすよ、これ。兄貴の。兄貴の悪いとこ出てんな、これ。一人だけでもハッチ確認する。やだねスケベ兄貴いるな。どこだ？俺これハッチ探さねえといけねえやつ。これで開いたからなおわかるし。あれ？ハッチ確認いないぞ。兄貴？兄貴何してんだ？どこにいた？おい、なんか、居残り修行してない？ちょっと兄貴って、こんなとこまであったんだ、これって。あ、結構ここ広いんだね、出口。発電機の16メートル以内の沢が見えるのはゾウ。あ、そうなんだ。へぇ。あ、で、近くしか見えなかったのか。はいはいはい。あれ、ちょ、兄貴兄貴、どこ？何してんの、マジで。軸行しすぎだわ。どっかで死んだ。怨恨は3秒くらい見える。おにぎり、でも最後までなんかって、あれかな？探したのかな？あれ。なんだっけ？ハッチ。ハッチ兄貴？いや、でもまあ。あ、これ、ちょっと待って。みんな、右下ね。よし。危ねえ。気抜いてた、今。じゃあ、4つ分かった人いるっすか？分かったんすよ、僕。すげえなぁ、いいなぁ。なんすか。まず、みんなに見せまくってた逃走術。うん。最後の切り札持ってましたね。あー、いいなぁ。チェックできんかった。はい。チェックできんかった。で、地雷爆破持ってましたね。いいなぁ、見せつけられたわ、それ。いやぁ、分かりやすいやつだ。で、フルコンさん回復したら人々がありましたと。ありましたね。へぇ、いいなぁ、今回引き強い。引き強い。
じゃあ3問分かりましたの方。俺4問多分行けました。お、じゃあ、まずすごいな、もう3秒で分かったまやかし。いいな、めっちゃ自慢されたカンカン。で、殴ったらみんなからめっちゃ仕入れたずさん。はいはいはい。あ、ずさんね。ずさんで、で、エンコンとゾウともあったんですけど、まあ多分ゾウ。ゾウって どんなんでしたっけ。発電機ついたら折れるっていう。オーラが。オーラがね。エンコンはあの、はいはいはい、ドクターの見え方しかしないから合ってるよ。うん、ああ、じゃあゾウ。で、これはもう完全にもうリスナーのおかげで分かった鉄腕。おぉ、はいはいはい、そう、ずっと担いだのは多分。そう、最後やたら担いでるから絶対チェックしてるわ。あ、興奮なかったし、そう、鉄腕ですね。これで多分4つだと思う。おー、強い。いや、ほんとはな。じゃあ、皆さんどうすか ?3 問の方。俺2問なんだよな。僕が3つで、はい。窓枠飛び越えたら、速くなったんで、しなやか。おお、いいね。で、発電機触ってからロッカー入ったら黄色くなったんで、おとり。おお、うん、なるほど。で、最後らへん急に回復速度がめっちゃ上がって、たぶんあれキットゲ。おお、そう、俺一番最初に気づいたから回復させねえと思って逃げてやっぱそうやつ、そう、なんかすげえジルが逃げてだからかやめろっつだからだ、とんでもねえ。あと1個が分かんないですけど、まあ、一応ちょっと DS にしときます。おお、なるほど、オッケー、了解です。で、僕っすね、はい、僕は2個しか分かんなくて、うん、1つはおとり、はい、はいはい、かぶりますね。だからうるさかったのかな、発電機。どん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 。あ、そうなんや。で、もう1個何やっけ。おとりと、もう一個が、出世街道。あー、ゴーンって言ってましたね。完成してたらゴーンって言ってた。あー、それいいな。ずるいな、それ。いや、でもそんだけなんよ。で、そう、箱ドラムみたいな音があるからね。そう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 。あれ、グレート決めるやつダメなんしたっけ。グレートで、そう、トークン全部消費して、ドラが鳴るっていうやつだったはず。で、今回ね、ちょっと箱開けれなかったんで、はい、最後の切り札噛んでいきます。1個まず、はい、うん、でもう1個の噛んはチェックできなかった、解放にしようかな、うん、解放ね、初釣りやったからね俺、うん、俺意地でも釣らさずにみんな通電しねえかなって待ってたんで確かにそういう手段もあるのか、ね、じゃあ答え見ますか。はい、まだ僕まだ7、7、7、ごめん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 、僕がスタングレネード一つ、あー、投げてた、はい、あと抑圧の同盟がありましたね。あった、めっちゃ邪魔してきた、めっちゃ邪魔してきた、めっちゃ邪魔しました。それで発電機満足か。あとの2つが分かんなかったんで、ダンスウィズミーとディストーションにしておきます。あー、いいっすね。あと見えない、じゃあ答え見ましょうか。合ってるかも。はい。はい。せーの。ドン。はいはいはい、合ってるー。はい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 。ディストーションやったかー。マジか。ああ、また。マジか。こっちがディストーションや。マジか。また身軽だ。わかんねえやつ。